はい始まりました企業明細チャンネルです毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回はアメテック株式会社正社員1年4ヶ月目52歳の方の企業明細です、えー、アメテック株式会社は、えー、電子機器や、えー、電気機械の、えー、メーカーで、えー、アメリカを拠点としているいわゆる外資系のメーカーです仕事内容は経理内にて主に支払い作成 関連会社との売買、残高照合、個人経費生産チェックなどを行っている。仕事に必要な資格やスキルは日照簿記、英会話。勤務時間が月180時間の残業が20時間。収入が年収690万で。仕事に対する不満としては上司がマネジメントを行わない。a 外はメンバーは比較的いい人が多いため、チームワークがいいので仕事がしやすいそうです。で、給与明細です。 基本給が48万8838円、固定残業代、えー、8万1473円、で、えー、もう一個、法定外が8万7258円、総支給が65万7569円、そこから控除が14万5563円引かれて、手取りが51万2006円となっています。 やっぱりさすが外資系企業っていう感じの企業明細でした日本だったらまず事務員に事務員にこんな給料出し,出しませんし多分これの3分の1くらいの給料で済まそうとするんじゃないかなって思いますやっぱり英語ができるってのは強いなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします